こんにちは、シェア畑菜園アドバイザーの富山です。ここではですね、私がおすすめする家庭菜園流の有機無農薬にこだわった栽培を紹介しています。今回はですね、ちょっと変わった、栽培方法を紹介したいと思います。雑草の中に種をまいてですね、育てる野趣あふれる栽培法です。農園の空き地などでですね、試してみたら、思いのほかうまくいくと思いますので、ぜひ試してみてください。これはですね、耕さない、持ち込まない、草や虫を敵としないという奈良県桜井市に住むですね、自然農の大家の、先生の、栽培法を、真似たものです。川口、義信さんという方なんですけれども、それをベースに、私が、実際にやっている方法です。実際にやってみるとですね、意外な驚きがたくさんありますので、面白いです。まずですね、ローンより証拠ということで、どんな状態なのかということをご覧に入れたいと思います。これはですね、皆さん聞いたことがあると思うんですが、自然農という栽培法なんですね。それの、私流の、やり方を紹介するということです。はい、まずですね、その栽培法をしている場所ですね、ご紹介します。ここですね、私の畑のですね、空き地なんですね。栽培に不向きなですね、強く場所があったんですね。スコップで掘ってもですね、硬くて掘れないような、場所です。それなんでですね、どうしたらいいかなと考えてですね、ここをですね、ちょっと雑草畑っていうんですかね、雑草をそのまま生やしてですね、その雑草を刈り取ってですね、土作りを3年ぐらいやってる場所なんですね。ちょうどですね、ここにはですね、皆さんが収穫後のですね、野菜やですね、雑草を、置いておくですね、残骸置き場っていうのがあるんですね。そこのですね、土をですね、この上に、入れてもいますし、毎年ですね、緑肥のですね、クリムソンクローバーやですね、麦をですね、大麦を育てて、いたりしています。それでですね、もう3年経ったので、ここにですね、野菜の種をまいたらどうなるかっていうことで、実際にやってみました。じゃあですね、どんな野菜が育っているかですね、実際にご覧に入れたいと思います。まあ、一番こう大きな葉っぱがですね、こう茂ってますね。これですね、実を言うとですね、まあ、収穫してないんですけれども、小松菜なんですよね。でこっちを見てください。大根が、育ってます。もうちゃんと実も、大根が、白い大根が顔を出してます。はい、このように、白い大根が、雑草の中から育ってきてます。これが小松菜です。はい、ここに春菊がこう割ってます。ここに水菜が育ってます。そしてこれを見てください。これですね、夏にですね、シソを取ったですね、そのシソが枯れた、後です。これの種が落ちて、来年ここ春にはシソがたくさん芽生えてくると思います。これは空心菜のもう枯れかかってる空心菜です。あとはですね、ここにずっと毎年毎年種が落ちて生えてくる緑肥のクリムソンクローバーが、生えてます。ここにはですね、玉ねぎの苗が植えてあります。この小松菜の間に生えているのはこれからし菜です。この雑草の中でですね、野菜がですね、防虫対策も何もしないで自然のままにですね、すくすく育ってるんですね。これ私自身もですね、ちょっとびっくりしてるんですね。皆さんはですね、雑草を極端に嫌ってですね、虫を排除する、栽培をしてると思うんですが、草や虫を敵にしないと、このように不思議な、共存関係が生まれるんですね。これが自然であるし驚きなんですね。ただですね、全てが成功しているわけではありません。うまくいく、育たなくなったこともたくさんありますし、でもやってるとですね、だん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 年を追ってだんだん成功率が上がってくるんですね。これもまたこの栽培の面白いことです。はい、じゃあここのですね、土作りというか畑作りを実際にやっています。一つ目のポイントとしてはですね、野菜がですね、雑草に負けないようにですね、雑草を大きくしないっていうのが一つのポイントですね。ですから大きく、育ってきた雑草はですね、こうやってですね、根元から、こういう鎌を使ってですね、切り取ってあげます。これをですね、外に持ち出さないんですね。このままこうやって横に置いとくんですね。これがですね、畑を作る材料になって、野菜の肥料にもなります。こうやっていきます。2つ目のポイントはですね、種の巻き方ですね。
ここにスナップエンドの種があります。これを、どういうふうにこの場所に撒いていくかということをご覧に入れます。この鎌を使って、その場所を作ります。見てください。ここ雑草生えてますね。これをですねこうやって、刈り取っていきます。その場所を開けるんですね。こうやって、開けたらですねここに、全部取ることないです。植える場所だけ開けてくれればいいです。ここにこうやって種を 1,2,3,4 これはまあ同じですね。そしてですね例えばこう雑草抜いちゃったらこの土やなんかももったいないんで、ここにこうやってかけます。こういうふうに土をかけます。そしてこの周りの土を戻してあげるんですね。それでこうやって埋めます。こうやってこの、刈り取った草やなんかこう周りに置いておきます。こういうふうにやって植えていけばいいだけです。で、まあ、大きい面積をですね作ってここに玉ねぎやなんか巻いた場合はこういうクワを使って刈り取ってこういう草を刈り取ってこういうふうにスペースを作ってもいいです。でこういう、刈り取ったものはこのままこうやって周りに草マルチにしてここに種をまいてですねこう埋め戻して、栽培していきます。で支柱を使わなくてもですね周りの草が生えてくるとですねその草に絡みついてですねスナップエンドのつるなんかも、立ち上がってきますんでそのまま実をつけると思うんですね。そんなような、もう本当にナチュラルな自然のままの栽培がこの自然農の面白いところです。もう一つですねもっと簡単に種のまく方法あります。ここにですね大根の種があるんですね。この大根の種はですね雑草のこう生えの少ない時にこのまま撒いちゃうんですね。このまま撒いてもうバラバラと撒いちゃっても別に問題はありません。それで生えてくればですね、元気に育てばきます。種ってですね結構ですねまあ、撒く場所がなくてですね余っちゃう種があるんですよね。そんな別にわざわざ新しく買って撒くのはですねもったいないんでまあ発芽率は普通に撒くよりもずっと悪くなるんで余った種をこういうふうに使っていくといいと思います。でこういうふうに撒いたのがですねこういうふうに大根として育ってくるんですね。余った種をここら辺が撒いてるのもほとんどなんで、こういうふうにまあ、育つ、まあ、やんちゃ野菜の作り方みたいな感じですね。これがちょっと面白いんで空いた場所が畑にあればですね、こんなことをして遊んでみるのもいいかなと思いまして紹介しました。じゃあここに育ってるこの大根抜いてみます。これももうまだちょっとですね細いですけどおいしほらもうちゃんとした大根ですよね。これもうちょっと待てばもうこれも太くなります。もうちゃんとこんなところでも、今みたいな、ばらまきで巻いた大根がちゃんとこんな大きい大根に育ってます。ここで紹介したこの、自然農風の、栽培はこんな大根もちゃんと取れますんで、普通にしっかりですね植え付けた栽培よりちょっとぶどまりは悪いと思うんですが、ちゃんと栽培してじゃあ何も手もかけずに、収穫も、できるますので、ぜひチャレンジしてみてください。今回の話はここまでです。このようにですねいろいろなですね有機無農薬の栽培法を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。シェア畑菜園アドバイザーの野手山がお送りしました。それではまた次の栽培でお会いしましょう。バイバイ。